カヌー道具ショーです、始まりましたが、はい、今週も始まりました、飯食ったばっかりでね、ちょっとね、もう目がトロンとしてます、今週の、そこはグローボですね、ですね、クリアウォーターアーカイクスからお送りしました、アキラ K と、清水です、ちょっとね、お茶です今日は。あの実はこの後伊豆へなんか駆けつける人がいるらしくて、車があるんで、あのお客さんはビール瓶なんですけど、我々はお茶で乾杯して、乾杯して、私は駆けつけませんけど伊豆に。です。じゃあ気をつけて行ってください。はい、行ってきます。伊豆何時に着くか分かんないですけど、まあちゃんと行きますんで待ってくださいね。まずですね。前回の放送での最初、冒頭で突然電話がかかってきたんですけど、あれですね、実はその放送と放送の合間に、10分単位で切ってるんじゃなくて、その隙間にちょっと話をしたりとかっていうのも、今日見てる人たちっていうのは生で見てる人たちで流れてて、それで電話の話が出て突然こうかかってきたんですけど、かけないでください、申し訳ないですそういう企画はちょっとまた考えますんで、また後日と、あとでまたちょっと話しますけど、10月の3日、なんかまた変わっちゃったよ、10月の3日の日に、新島からスペシャル、新島に我々行きまして、新島スペシャルが11月3日ですよ、ありますんで、その時にまあ電話じゃなくてスカイプかなんかで話ができるようにしたいなとは思ってます。あとですね、番外編で iPhone を使って、中継を何度か試みたんですけど、あまりうまくいかないので保留とですね、いうことになってます。中継内中継っていうのをやりたいんで、もし無線LANがつながるところであれば中継内中継うまくいくんですけど、今一つ 3G 回線で iPhone がうまく動かない、やってません。と前置きはこれくらい、今日まず一発目は、親子で中川という企画がありましたね。8月ですね。8月の28、29ですね。ですね。ぐらい。ぐらい。何名ぐらい集まったんですかね。何名ですかね。30人ぐらい。そのうち子供さんは何名？何名？8名。いや、精神年齢的に入れるともうちょっとかな。ちょっと呼ばれてしまったんで、コーナーに。そうね、まず最初にコーナーの切り替えでしょ。なんかこれで。パワープッシュ。今回は、中古艇ですね。クリアウォーターは中古艇を取り扱っています。こちら、ファルフォークの。ボイジャー360です。もう今にはもう手に入らない、ボイジャーですね。3m60の長さで、回転性、直進性もよく、組み立てもしやすいという船でした。ファルフォーク、もう今これ亡きブランドですが、どうですか、ファルフォーク、もう。こう懐かしいっていう方もいっぱいいると思いますけど、唯一の、目玉商品です、ボイジャーの360中古艇ございますんで、ぜひクリアウォーターで、ご覧になってください。こちらです、一押しです。はい、帰ってきました。はい、でね、親子、親子、随分大家族の方が多いってことですかね。そうですね、お子さん1人に対して保護者の方が3人か4人っていう感じですかね。まあ、逆なことも考えられますけど、まあ、僕はちなみに長男ですから。ああ、なるほど、はい、そういう人も、まあ、とりあえず、まあ、写真を見てみましょう、まあ、ビデオがないんですもんね。 1です。天気良かったですね。天気は良かったですね。8月のそれって、くそ暑いって言葉があるんですけど、とてもとても暑い。見てください、この数、あ、数えきれないです、はい、もう本当天気は良くて、もう前はこれもう詰まってる状態で、先は見えない状態ですね。釣りは、まあまあね、しょうがないですね、夏です、はい、
気持ちよさそうですね。これはあ のんびりと、これお昼休みの時ですかね。ちなみにあの見てる人、中川ってどこだって思う人いるかもしれないですけど、詳しくはウェブで、はい、自分で決してあの東京の中川じゃありませんから。東京の中川でもないし、福岡の中川でもなくてですね、あの茨城と栃木、那須を源流です。そうですね、那須からずっと水戸へ流れ込んでいる川で、はい、関東から行く、ね、ツーリングする川としては、ね、とてもいい川ですね。鮭、もね、遡上する川なんですよ、はい、一応関東の嵐山と呼ばれてますね。そうですか、はい、嵐山の人見てなきゃいいですけどね。まあ、こんな感じでお子さんが水遊びをしながら魚取りですね。誰ですか？誰ですかね？なんか子供の中に、なんか長男ですね。あ、そうですか。はい、長男です。ポイントが混じってますね。まあ、こういう感じで、決して僕の孫じゃありませんから。あ、いいですね。はい、こう2人乗れるもんなんですね。2人乗ってますね。まあ親子で。また呼ばれてしまいました。ちょっと、じゃあまた、はい、もう皆さん慣れたと思いますよ。この落ち着きのなさ。落ち着き。よいしょ。レコメンドです。今日は私が使っているテントのお話をしましょう。まあ私テントを使わないで寝てることも多いんですけど、これはですね、シェラデザインズの、ディバインライトニングという1キロぐらいしかない一人用のテントです。自立しないタイプです。実際使うときはですね、こんな感じですね。これは多分熊野川かどっかだと思います。これはどっかの島ですね。こういう形でペグを打たないと倒れてしまいますね。でペグ出ないところはこうやって荷物に縛り付けたりして、使ってます。で私はテント使わないことも多いっていうのはですね、船の中で、寝てたりもします。これなんかそうなんですけど、これ右の奥に映ってる緑色のスタンズなんですけど、この中で、寝てました、ね。まあ、写真は荷物を乾かしているところなんですけど、以上レコメンドでした。はい、帰ってきました。はい、レコメンド、あれね、緑の船の写真はあれ信濃川なんですよね。信濃川、くっちゃべってたから見てないですけど、ふーんとか言ってますけど、あれ信濃川なんです。上野川をずっと上野川から途中信濃川、まあ、合流して海まで行ったんですけどね、4日ぐらいかかったかな。日本の川もね、頑張ればあえて長くツーリングできる。ですですです。ユーコン行かなくてもね、はい、です。まあ、戻りますいいです、ね、中川、はい、まあ、こんな感じで、船がごちゃ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 とあって、見てください、これディーゼル3兄弟です。誰が子供なのかわからない。もう全員子供です。全員子供、はい、俺まあまあね、いつまでいくつになっても子供は子供ですから、ね、お金持つ子供になると平気で18万のもの全員です、10、ね、3点も買っちゃいますからね。いや、同じからあ、何これ、マッコですか。いや、海、川坊主です。川坊主、はい、もう遠ざかっていって、あ、夜はバーベキュー。夜はバーベキューですね。いいですね、はい、子供がもう全然映ってないじゃないですか。一応ですね、親子一応バーベキュー、バーベキューの肉、うん、この当日 7.5 キロ持ってきますから7.5 キロ足りないです。子供の重さみたいで7.5 キロ一瞬でなくなりましたね。で、これは次の日ですね。次の日、まあ、1泊2日の2日目のツアーで、気持ちよそう、いいですね。いや、はい、まあ、2日目の日は2時間、2時間ぐらいですか、こういうのは桂で終了と、まあ、子供たちも、まあ、桂の手前の赤いですね、うん、まあ、子供たちはもうほとんど水に入りながら、泳ぎながら下るような、今年の夏は暑かって、あ、大きい子、何してるんですか。大きい子供もちょっと泳いでこれだから今の人がちょっとチーンですか。チーンですね惜しい人を亡くしましたっていうか、でこれ誰か本当に埋めたんですか。はい、これ何なんですか。これ一番気になったんで、私言ってないんで。いや、これ川に入ってたんですよ。あ、入ってたんですか、ね、でこれで、まあ、ちょっと送ってください、はい、で時間がなくなって、はい、で最終日は最後流しそうめんだ。流しそうめん、近くの竹を切りまして、割りまして、いいですね、はい、そうめん10キロぐらい茹でて、流したんですけど、ちなみに下流まで届いた
そうめん、下まで届いたそうめん、うん、4本だけですよ。10キロ流して4本しか下流まで届かないんですよ。つまりここですね。ここからこう最後にあのザルを置いてたんですけど、このザルにどんだけ残ったのか思ったら4本だけ。ほら、あのことしてると放送時間がなくない。親子カヌーってまたやるんですか。そうですね、またあの、あったかい時ですかね。まあそうですね、うん、泳げないとね。そう、あの水遊びをしながらやっぱお子さん楽しんでもらった方が、うん、まあこの後、まあ親子カヌーっていう形じゃなくて大人だけカヌーであるんですね。あと、そう、精神年齢的な子供カヌーっていうのもそのうち、はい、だからこの後10月に、10月ですね、鮭ツアー、まだ平日は空きがあるそうです、はい、まだあります。はい、休日は残念ながら埋まってしまいましたんでね、はい、大変な数が入っておりますので。まあそんだけいりゃね、あの釣り人も蹴散らして。そうですね、いや、あのビビりますね、釣り人がね。まずあ、もうこんなこと言ってる場合じゃないです。はい、さようなら、また来週。